新港市は、かつて、富山県にあったし、富山湾沿岸にあり、市政施行以前は、伊水郡に属していた。2005年に、伊水郡四町村と合併して、伊水市が発足し、伊水市新港地区となった。富山県の二大都市である、富山市と高岡市に挟まれた場所にあり、富山湾沿岸に位置していた。全域が、旧伊水郡に相当する。2005年に、 伊水郡四町村と合併し、伊水市となった。合併で市の名称が残らないのは、富山県で初の事例だった。新港地区は、鎮静の宝庫として知られ、釣り、網、波、魚、エビ、ウ、菓子、飴、酢、味噌、風呂、桶、地蔵、菊、麺、草、大工、主、日の着物、合物など希少性のある名字が非常に多い。 伊水平野の北部に位置していた。市の北側は富山湾に面しており、市の中央部には北条図形を掘削して建設された富山信仰が位置していた。平成の大合併以前の富山県の市では面積が最も小さく唯一山と呼べるような地形が存在しなかった。鎌倉時代以後、海岸部の港町北条津を守る北条津城が築かれ、 越中守護所が設けられた。室町時代の1493年には、明王の政変の難を避けて、室町幕府十大将軍足利義材が、北条津城主、神保長生の手引きで下校し、幕府政権を樹立した地である。江戸時代には、加賀藩領となり、北前船の出港地として栄えた。江戸後期に、北条津郊外の高木地区で生まれた、石黒信義は、和山。 測量術、天文で学を治め、富山県、石川県の正確な地図を制作した。明治時代に、久々港地区で生まれた石黒胸丸は、陶芸家として知られ、鉄油陶器の制作の功績により1955年に人間国宝として認定された。戦時中、不思議校の一元的な運営を目指した国策による強制合併により、 高岡市に合併されるが、戦後に、戦時中に強制合併された市町村を元に戻した際に、新港町と牧野村が復活し、新港町は直ちに、富山県内3番目の姿勢を施行した。一方の牧野村は、発展が望めるとして、すぐ高岡市に再編入している。新港漁港を要し、水産業が盛んである。その透明な姿から、 富山湾の宝石と称される、白エビをはじめ、ベニズワイガニ、ホタルイカ、ブリ、バイガイ、ズワイガニなどが水揚げされる。魚場が非常に近く、1日に2度セリーが行われる。児童1人に、カニ一杯が提供される、ベニズワイガニ給食や、近畿大学水産研究所と山実験場と、堀岡養殖漁協が連携して養殖したトラフグを使った、トラフグ給食など、 地地産地消の学校給食でも知られる1980年の第62回全国高等学校野球選手権大会に富山県立新港高等学校が初出場した時や1986年の第58回選抜高等学校野球大会で新港高等学校が下馬票を覆しベスト4進出を果たした新港旋風の時など 高校野球の熱狂的な応援でも知られた。1980年の大会では、121台のバスが出発し、自家用車も仙台は行ったと言われる。4万人の市の人口のうち、約1万人が集結し、朝日新聞に、新港が甲子園に移動してきたという記事が載るほど大きな応援団だった。1960年の新港市には、以下の映画館が存在した。 ありがとうございます。